最も弱いものは弱いもの、最も強いものは強いもの。タバコの灰は霧の不平、刀身は決闘。最も弱いものが最も強いものに、タバコの灰が刀身に、霧の不平が決闘に。かつて見えたことはありませんでしたか？それは初恋です。正直すぎてはいけません。親切すぎてはいけません。女をご覧なさい。正直すぎ、親切すぎて、男をいつも苦しめます。だが女から正直に見え、親切に見えた男は最も偉いエゴイストでした。思想と行為が弾劾し合い、地上位の三分法が嘘になり、カンテラの明かりと主演との間に人の心がさまよいます。ああ、声が形とならない前、その時失恋をしとけばよかったの。